潟に生まれ新潟に育つ生きる源堂々うまい新潟米。今年も新米できました。新潟米の力強さを、自分の体を持ってアピールさせていただいたんですけども、その力強さっていう部分をぜひお米の味も通して、CM も通して、感じていただきたいですね。あの米の俵を担ぐんですけども、担いだ状態で、しばらく静止しながら、撮影させていただくって形が多かったんですけども、なかなか俵が重量があってですね、長時間の静止が体に来ましたね。体を鍛えてて良かったと思った瞬間ですね。あの生まれ育った味なので、やはりいつ食べても、あ、これだ、やっぱり美味しいなっていうのは感じますよね。あの新潟米の特徴として、まあ甘みであったり粘り系だったり、炊き上がった後の、まあ、艶や香りっていうのはもちろんあるんですけども、まあ、僕にとって非常にこう思い出深い味なので、ぜひそれを皆さんにも知っていただきたいですね。いつ頃からっていう実感はないんですけども、まあ、以前両親に聞いた時に、まあ、本当うちは小さい頃からずっとこれだからっていうのは聞いたので、おそらく本当生まれ落ちた時から実家では新潟米を使ってたと思いますね。だから本当にもう小さい物心つく前から慣れ親しんだ味なのかなと感じてますね。基本的に食べる量がやはり多いので、もちろんご飯プラス、まあ、おかずだとか、まあ、いろんな食べ方をしたんですけども、この年になってやはりご飯はシンプルに食べた方が美味しいなと感じるようになりましたね。ご飯の横に、まあ、漬物だとか味噌汁だとか、シンプルな食事の方が新潟米の良さっていうのが引き立つ気がしますね。小さい頃家族でテーブルを囲んで食べるっていうのが、あの非常に未だに思い出に残ってますね。あの今、まあ、じいちゃんだったり、ばあちゃんだったり、もう他界してしまって、全員で囲むことは、まあ、難しい、まあ、不可能なんですけども、まあ、おじいちゃんが夕飯の時間になると、ママこれって、まあ、方言で、ね、声をかけてくれて、で、それと、それをかけ声にみんなで食事が始まるっていうのは非常に懐かしい思い出ですね。まあ、甘さと粘り気っていうのは、おそらく、皆さん感じるところではあると思うんですけども、家で新潟米を炊いていただいたときに、まあ、炊飯器を開けたときですよね。まず香りが、ね、鼻の中をこう抜けていって、非常にこう香りが強いお米なんですよね。で、そこに加えて、まあ、見た目でもわかるツヤ感。まあ、あれを見たときにちょっと感動すら覚えますよね。早く食べたいなっていう気持ちが。非常にこう強く湧くと思うんですけども、まあ、個人的には何より
僕が慣れ親しんだ、生まれ育った新潟の味っていうのを、ぜひ皆さんに知っていただきたいっていうのが、一番強い思いですかね。たくさんあるんですけども、高校生ですかね。自転車で高校に通学していたんですよ。片道約1時間10分、70分の道のりですかね。当時から体も大きくて、体重も110キロは超えていましたね。で、それをママチャリで毎日70分、往復で言うと、まあ、140分ですか。通学するもんですから、自転車にも相当なダメージが加わってたんでしょうね。ある日、こう自転車を漕いでたら、ペダルが地面につくんですよね。漕げなくなってですね、何事かと思ってみたら、自転車のタイヤとタイヤをつなぐフレームがですね、折れてたんですよ。まあもう遅刻が確定しましたよね。で、自転車をこう持って、まだ半分ぐらい高校まで道のりがあったんですけども、歩いて学校に行って、すみません、自転車が折れて遅刻しました。って言って怒られましたね。まあ信じてはなかなかもらえないでしょうね。自転車が折れるなんてことはないですから。っていうのがまあ一番の思い出ですかね。新潟県は、まあ、なんといっても、食事、ものづくりの街もありますし、温泉街もある。だっけ。まあ、ぜひ一度やっぱり来てほしいですよね。まあ、新潟に来て、まあ、どんげ町なんだろうかな、だとか、まあ、これ食べたら、どういうのかなーだとか。まあ、ゆっくりしに来てほしいですよね。温泉でゆっくりすることも可能ですし、温泉に泊まれば美味しい食事も、がっとたくさん食べれるでしょうし。で、ちょっと燕三条の方に行けば、ものづくりの街として、さまざまな伝統芸能にも触れることができるでしょうし、非常にこう来て楽しんでいただけるとは思うんですけども、まず、まあ、新潟に来ないことには、やっぱりその良さはなかなか実感できないと思うので、僕も口頭じゃなかなか難しいと思うので、まずぜひ一度来ていただきたいですね。その時は、新潟県民の皆さんが、ガッともてなししてくると思うので、ぜひ一度来てみてはどうですかね。